キムさん？よう優等生やろ。元気だったかい？お前誰だ？京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫？静かにしやれ。お友達が大切なら、こいつの店に来い。今すぐにだ。くっそ、あいつ。神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどうも。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぜ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に行くぞ、てめえら。本田、うわぜ、てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか。はあ。さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。噂以上だ。最高だな、おい。こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか。俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が札に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか。あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう、早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。